アークチュラスは、ノルウェーで結成された、シンフォニックブラックメタル、プログレッシブブラックメタルバンド。エンペラーやドッドハイムスゴード、ウルベルといった著名なバンドからメンバーが、数多く参加した、オールスタープロジェクト的な性格を持ち、アルバムごとに作風を大きく変えている。ファーストアルバム、アスペラ・ヒームズ・シンフォニアは、寒々しい空気感や妖艶なキーボードなど、 シンフォニックブラックメタルの基本版と言われるアルバムとなっていた。しかし、セカンドアルバム、ラマスカレード・インフェルノレからはもはや、ブラックメタルと定義するのが困難なほど、大胆に作風が変貌している。ガームのオペラ調ボーカルや、展開の全く読めない、奇怪なメロディは、一部で、前衛オペラと呼ばれ、純粋なブラックメタルファンよりも、 実験的な音楽を好むマニアックなファンに評価される傾向があった。サードアルバム、ザ・シャム・ミラーズでは再度一転し、インダストリアル色を含んだキャッチーなシンフォニック、プログレッシブメタルとなり、様々な層から評価を得た。フォースアルバム、サイドショー・シンフォニーズからは、主要メンバーであった、ガームが脱退、ボーカルには新たに、シーメンを迎え、 前作よりさらに邪悪な要素を取り除き独特の浮遊感が漂う宇宙的なプログレッシブメタルとなった。サードアルバム発表の時点でメンバーが各々のバンド活動に集中するために解散する予定であったが右与曲折を経てこのフォースを発表を。2007年に解散を発表する。その後、2011年再結成を発表した。 2015年にフィフスアルバムアークタリアンを発表した。このアルバムはドイツのアルバムチャートで15位を獲得した。2017年3月1349とのカップリングにて初来日を果たす。h t t p w w a r t i s a n n o a w a y c o m 3116アーティザンウェルカムズアルクトゥルス。ありがとうございます。